脈様や。大阪万博。2025年。はい。ライスミニサラダスープ付きなんや。あ、ご飯頼まない。多分ついてますよ。ご飯いらんかもしれん。300も食べたら。うん、お腹空いてきました。まだかな。おいしい。ご注意ください。やばない。顔と比べてますね。すごい。めちゃでかい。厚みがめっちゃ大きい。ねえ、大きいです。これやばない。厚い。厚みがすごい。おいしそう。キサスやっけ。普通にでかい。こっちが大人のブドウジュース。カベルネソービニョンを使った、いつも普通はねワインで使われるブドウの品種なんですけど、その品種を使ったブドウジュースらしいです。ノンアルコール。こっちが梅らしいです。やっぱ南部のね、南高梅の多分シロップ、梅シロップ使ったラッシーなんで、美味しそう。いただきます。頑固やな。なんかソースこれかけようかな。肉厚やな。すごい、お肉。リブロースっすわ。ほらめっちゃレア。もうちょっとレアでもいいぐらい。私ちょうどいい、多分。ほい、いいっすね。いただきます。うん、やわらかっ。めっちゃ美味しい。うん、美味しい。お肉の味しっかりする。すごい。これ米も食べたい。うん、うん。ここ美味しいです。すごい。うまい。脂身無理や。マジでうまいっすよ。リブロース正解。うん。
そうや。ダンサーこれめっちゃほぼワインしょっぱいワインの味がする甘いワイングラスこれ肉とポリフェノールお酒苦手な人は酔いそう気分で酔いそうポッポハンバーグマスターがめっちゃ好きめっちゃこごってるこごってるって岡山弁いや、標準語と標準語なんですか、はい、沈殿してるめっちゃ、うん、これいいですよすっきり梅ヨーグルトって感じお肉に合うかもすっきりする、うん、ステーキテキサス南紀白浜店行ってきました。私はリブロースを 300g 頼んだんですけど、間違われて伊藤さんとこに持ってこようとしてましたもんね。私が全部完食いたしました。ペロリでした。めちゃくちゃ美味しくて、お肉が柔らかいし、味がね、お肉の味がしっかりしてて、めっちゃ美味しいです。私初めて行ったんですけど、ちょっとまたリピートしたいと思います。はい、では本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただけるととても励みになります。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。